はいどうも、ビバです。前回アクアリウムに使える100均アイテムという動画を紹介したんですが、その商品はどこの100均で買えるんだという質問をたくさんいただいていたので、そちらをご紹介したいと思います。前回の動画もうちょっと踏み込んで紹介すればよかったですね。じゃあ早速いきましょう。ついでに前回紹介し忘れた商品も追加してますのでご覧ください。まずこちらの餌入れに使っていたのはダイソーで売っている調味料入れ。大きさは他にもあったと思います。中に入っている計量スプーンも多分ダイソー。そしてこちらの鱗取りはキャンドゥで買いました。でもセリアとかダイソーでも売ってると思います。メラミンスポンジは多分キャンドゥで買いました。でもどこの100均でも同じようなの売ってそうですね。ろ過ウールはダイソーのオリジナル商品のようです。ダイソーはアクアグッズが充実してますね。ザルとボール、これも100均ならどこでも売ってそうですが、これはキャンドゥで買いました。そしてシャンプー詰め替えのプッシュボトル、これはダイソーで買いました。なんかおしゃれなのが見つかるといいですね。クリアタイプの密閉容器はダイソーで買いました。結構大きいんですが100円で買います。あと黄色いスコップは園芸スコップで、こちらもダイソーで買いました。これは100均ならどこでも買えそう。歯ブラシとシャワーパイプ用の細いとこブラシと絶対ブラシとシリンジ、あと歯ブラシスタンドは全部キャンドゥで買いました。バケツ、左のカラフルなやつはダイソーで、右のシックなやつはキャンドゥです。両方とも10リットルくらい入るバケツです。本当は右ので全部統一して綺麗に重ねたいところですね。計量カップはキャンドゥで買いました。これ取っ手が頑丈で水槽にかけておくこともできるのでとてもおすすめです。昆虫の飼育ケースはダイソーで買いました。これサイズによって価格異なるのでご注意ください。大きめの深型トレイはダイソーだったかな、どこでも売ってそうですけどね、ダイソーで買ったと思います。コンセント周り、延長コードマルチタップ、あとスイッチ付きのマルチタップは全部ダイソーの商品です。こういった商品ダイソー強いんですが、値段もまちまちなのでご注意ください。収納ボックス、上の小さいのは多分セリアで購入したものです。キャンドゥやダイソーでも似たようなのが売っていると思います。セリアは特に色数が多いのでおすすめ。蓋と容器セットで100円ですね。下の大きい容器はダイソーで買ったもので、蓋が100円、容器が200円。合計300円かかってしまうんですが、結構大容量なのでおすすめです。浅めのタイプもあるので用途に応じて使い分けられるのが嬉しいですね。こちらの収納容器はセリアで買いました。色が落ち着いてて取っ手もついてて便利なんですけど、ちょっと側面がふにゃふにゃしすぎてて残念です。アクアリウムで細々する用品はこういうパーツを収納する容器に入れると便利です。これはキャンドゥで買ったんですけど、どこのショップでもダイソー、セリア、どこでもあると思います。ただいろんなとこで買うとサイズがバラバラになってしまうので、同じところで揃えた方が収納しやすいと思います。というわけで、アクアリウムに使える100均アイテム、どこで買えるのかを紹介する動画でした。動画といっても全部写真で紹介するという手抜きではないんですけどね、写真で紹介した方がバシッと決まるかなと思って写真で紹介しました。100円ショップはダイソー、キャンドゥ、セリアがメジャーかと思うんですが、キャンドゥで買えるものはセリアで買えることも多いです。ダイソーは完全に独自路線を行っていますね。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録やグッドボタンお願いします。 SNS などで拡散していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。